津波君、藤川君の独占 J リーグエクスプレス、しっかりやれよ、喜んで喜びるぞ。こんばんは、津波です。藤川です。まだいない。まだよ、まだよ。数は出てくれんのに諸岡さんが帰ってこない。小指から釣り火になって、次はなんかね、上からね、どんどん下に流れていく間にね、角角だった石がね、丸まってだいぶ良くなってきてるみたいで、おお、そうそう、来るんじゃないの。大きさは、大きさはね、今ちょうど親指ぐらいにまた大きさ増えてるけど、増えてる。でもね、角がなくなって丸くなってきてる。そろそろ性格が丸くなったよ。丸くなって、ねえ、数登場。さあ、引き続き、はい、今日もカズに質問です。ペンネームカズラブラブさんより、カズさんこんばんは。私はカズさんのファンなのですが、ここのところ週刊誌やワイドショーでカズさんをお見かけする機会が多かったように思います。ファンとしてはカズさんを見られるのは嬉しいけど、ワイドショーなどの取り上げ方は私個人としては好きになれません。カズさんにぜひマスコミの人たちに、この際ですから言いたいことがあれば言ってほしいです、うん、なんかマスコミの人たちに言いたいことがあったら言ってくださいっていう。うん、そうですね。おう、あのやっぱりね、あのサッカー選手としてね、うん、あの騒がれたりとか、うんうん、あのそういうことはもうしょうがないことだと思うし、うん、僕はまあどちらかというとインタビューに答えてね、うん、自分のこう気持ちとかそういうものを伝えて、うんうん、私生活の面でもね、聞かれて答えられる分は答えていこうっていう気持ちでいたんですけど、うん、今回いろんなね、事件っていうかね、いろんな扱いされてね、うん、なんか一回こう喋ったりすると、向こうがどん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 自分の中にこう土足で入ってくるわけですよね。ある日をきっかけにね、うん、そういうことしても結局は作られちゃうものなんでね。で、自分はそんなつもりで答えていないし、自分の、うん、気持ちを言ってもね、なんか面白おかしくこう編集して、こうなんていうのね、見る方をね、僕が喋ってもね、うん、結局自分たちの都合のいいように編集してね、うん、うん、面白おかしくしかもう流してもらえないんでね、うん、そういう意味でもう途中からは、うん、何を喋っても一緒だからってことで、もう家に来ようが何だろうが喋るのをやめたんですけど、ね、日本の週刊誌ってちゃんと言ったことをまともにポンと自分がの思い通り書いてるのって少ないよね、本当に。変えちゃうもん、ね、変えるもんね、なんかね、何かを変えるよね。ないですから、うん、ほとんど、うん、ね、特に週刊誌とかね、うん、うん、だからもうその辺はもう全く気にせずに、うん、で、そういうこと言うでしょ、うん、そうすると開き直ったって言われますからね。あ、うん、開き直ったわけじゃないって言うんですね、うん、僕はもう何もそういうことちゃんと、まあこっちの意向を書いてくれたりすれば、うん、別にこっちも言える範囲だったら素直に喋るという、うん、って思ってたんですよ、うん、で喋ってたんですよ実際ね、うん、いつも僕は家に来てもね、うん、答えられる部分はね、うんうん、だけど色付けされて、もう色付けされて、もうなんていうの、めちゃくちゃにされちゃったから、うん、もうそれじゃいいですっていうね、うん、僕にも言わない権利はあるし、うんね、うん、ただあとサッカーの記者に対してはやっぱ、うん、人気がサッカー落ちてきたとかいろんなことを書くでしょ、煽るでしょ、煽ってで、選手は技術的に未熟だとか、何もレベルが上がってないとか書くでしょ。書いてる人たちだってレベル上がってませんから、新聞記者ね、うん、まあ、週刊現代なんか特にそうだよね。まああの辺はね、もうしょうがないんですけど、毎日見に来てる、サッカーを見に来てる新聞記者もね、やっぱり、うん、選手も一生懸命頑張ってから、うん、向こうもやっぱプロに徹してね、こう分析したりね、でそういうこと言うと、それは専門誌でいいんだってこと言うでしょ、うん、ね、専門誌がすごい、新聞は違うって言うんです、スポーツ新聞、うん、まあ専門誌じゃないから、うんうん、自分たちのやり方があるって言うんですけど、うん、新聞読んでると全然何があったのか分かんないんですよね、サッカー、うん、試合の経過も出てないし、うん、その例えば例に出すとフリューゲルスの、うん、センターワード何でした、エヴァイル、うん、エヴァイルが解雇になると、解雇になる、何試合出場で15点しか入れなかった、フリューゲルス今のチーム状態考えたら15点って素晴らしいと僕は思った、ね、でそれとは別に試合の中ですごいエヴァイル選手はすごいやっぱりいい選手なんですよ、ただその数字の部分でこう何試合で期待外れだったっていうけど、十分期待に応えるプレーはしてる部分もあるんですよ、すごい認めない、そういうところはもう全部消えて、ただそこのなんていうのかな、もう表向きの本当のこう一番もうね、こう表面的なことしかないから、それはもう全然読んでても分かんないしね、うん、本当のことがね、うん、武田にしてもそうでしょ、武田もそうね、うん、何も言ってないのにすぐ移籍しちゃがってるとかさ、そうそう、そういう方向に持っていくからね、うん、スポーツとかね、うん、本当にね、スポーツね、ぜひともですね、本当よく聞い、この番組を聞いてですね、
ね、そうか、勉強してほしい。かわいそうだね、でも彼らもね。僕がワイドショー関係で追われると、中に混ざってあの人たちいるんですよ、3人。あ、そう。関係に1回、ここに分かってるんですよ。うん、でも、あれってやっぱ、編集の一番上の人に行ってこいってあれですよね。行ってこい。でも言う、ね、僕のこと知ってるから、カズは何も答えてくれませんよ、あんな家なんか行ったってって言ってるんだけど、いいから行けって言って、混ざっているんですよ、こうカメラマンとかいる人も。いるでしょ、女の人が、あれに混じってこうやっているの一緒に。頑張ってますか。イタリアなんかやっぱレベルが高いでしょ、スポーツ誌の記者。いや、そうでもない。いや、サッカーはよく知ってますよ、やっぱり。うん、いい悪い判断できるし、うん。でも、いわゆる、なんていうの、スキャンダラスというか、うん、そういう部分の方が、そういう部分は一緒ですよ、うん、どこの世界もね、うん、しょうがないことですよ。まあ、もうちょっと勉強してほしいと、そういうことだね。うん、うん、カズ辛辣な意見がありましたけど。ありましたね。記者の人も正座で聞いててくれたみたいな。聞いても入ってましたよ。津波くん、藤川くんの独占 J リーグエクスプレスでは、皆さんからのお手紙を受け付けております。J リーガーに対する質問から恋愛の相談まで、津波里志と藤川隆之、日本放送の諸岡正アナウンサーの3人が皆さんの質問にお答えいたします。宛先は郵便番号 100-87、日本放送津波くん、藤川くんの独占 J リーグエクスプレス。津波くん、藤川くん、諸岡くんの日記の係まで、たくさんのお手紙をお待ちしております。引退。